年齢を重ねておじさんになってもモテる人がいるけど、自分とは一体何が違うのだろうという疑問を感じていませんかおじさんはモテないと思いがちですが、おじさんでもモテている方はたくさんいます。もしあなたがモテるおじさんになりたいと考えているなら、モテるおじさんとモテないおじさんの違いを理解する必要があります。 今回の記事を最後まで読めばモテるおじさんの特徴おじさんにおすすめの出会い方などがわかります。ぜひ参考にしてください。モテるおじさんの特徴14選。女性からモテるためには、外見や内面、行動のすべてを磨くことが重要です。女性に好印象を与えるためにも、モテるおじさんの特徴を紹介します。 清潔感がある男性がモテると様々なメディアで紹介されているので、初耳の方はほとんどいないと思います。どんなに他の要素が優れている男性でも清潔感がなければモテるおじさんになるのは極めて困難です。しかし、裏を返せば清潔感があれば、おじさんでもモテるチャンスがあるとも言えるでしょう。清潔感がある男性の具体的な特徴は以下の通りです。 清潔感がある男性の特徴。髪の毛や髭が整っている。服にシワや汚れがない。体臭や香水がきつくない。肌が綺麗。爪が綺麗に整っている。逆向けがない。清潔感という言葉は抽象的で少し捉えにくい概念でもあります。ですが、身だしなみについてはやりすぎてマイナスなことはありません。蒸気の特徴を参考に、 まずは徹底して清潔感のあるおじさんを目指しましょう。服装を気遣える洋服の選び方で気をつけるべきなのは自分に似合うデザインや素材、サイズ感を知っておくことです。モテるおじさんは自分を客観的に見ることができるため自分に似合う服装を知っています。対して若い人向けの最新ファッションを無理に着たり、 似合っていないハイブランドの洋服ばかり着ていたりするおじさんは女性からダサいという印象を持たれてしまうのです。また、見るからにハイブランドの服で全身揃えているおじさんは背伸びをしてハイブランドの洋服を着ているといったネガティブな印象を女性に与えてしまいます。必ずしも値段の高い洋服を着る必要はありません。いろいろな服装を研究し、あなたの雰囲気に合うものを選びましょう。 健康的な体である、おじさんと呼ばれる年齢になると、代謝の低下や不節制から、どうしてもだらしない体になりがち。たるんだ体をしているとだらしない生活を送っているのだろうなどと、女性にネガティブな印象を与えかねません。健康的な体を保てれば規則正しい生活を送っていることをアピールでき、他の体制のおじさんと差をつけられます。また、 健康的な体をしていればいろんな洋服が似合うようになり、おしゃれも楽しくなるはずです。生活習慣を見直し少しずつスマートな体になれるよう努力していきましょう。おすすめはジムで筋トレをすることです。近年では、ボディメイクの流行の影響でジムに通う女性が増えているため、出会いの幅も増え、筋トレの話題で仲良くなりやすいというメリットがあります。姿勢が良い。 どんなに体型を意識していても、姿勢が悪いと女性に貧相な印象を与えてしまいます。猫背で首が前に出ていたり、座る時に背もたれにずっと寄りかかっていたりする人は意識して姿勢を整えるべきです。何より、前に丸くなる姿勢は老いを感じさせるもの。若々しく、スマートで頼れるイメージを女性に与えるためにも、常に意識をして姿勢を直しましょう。 経済的に余裕がある。経済的な余裕は、精神的な余裕と直結しアピールポイントになるため重要です。金銭的余裕があると、その分精神的にも余裕が生まれやすく、女性にも優しくなれるものです。ポイントとしては、お金を持っているだけでなく女性に対し気持ちよく使うこと。具体的には、女性との食事では、 女性が化粧室に立っている間に会計を済ませ今日は楽しかったから、感謝の気持ちだよといったフォローで余裕を見せましょう。経済面と気持ちの余裕を見せることで、女性から大人で器の大きい男性だなと好感を持ってもらいやすくなります。女性を優しく扱う、女性の扱いに慣れている部分を見せることも重要です。 恋愛経験が豊富で余裕のある大人の男性という印象を与えられるからです。年齢を重ねれば、その分だけ恋愛経験も豊富になります。若い男性にはできないレディーファーストな行動で、女性の心をつかみましょう。女性の扱いに慣れているおじさんの言動例をいくつか紹介します。女性の扱いに慣れているおじさんの言動例。相手の目を見て話す。 女性の小さな変化に気づく、積極的に褒める。これらを参考に、女性を優しくリードし、モテるおじさんに近づきましょう。さらに、女性の扱いについては、甘やかしすぎないというのもポイントです。何でもかんでも女性の言いなりになって甘やかすおじさんは女性から好かれようと必死だと思われ、モテからは遠ざかってしまいます。本当にモテるおじさんは、 自分の中でしっかり軸を持ち、ダメなことはダメとはっきり言えるのです。気配りができる、小さなことに気づき、気配りができるおじさんも持てる傾向があります。反対に自分のことで頭がいっぱいだと、当然ながら相手への気配りがおろそかになります。気配りができるということは、それだけ周りが見えていて余裕がある証拠です。そのため、 気配りできる男性は余裕があって優しい男性という前向きな印象を与えられるでしょう。女性に好感を与える気配りとは、具体的には以下のようなものを指します。おじさんが女性に好感を与える気配り例。食事のペースを合わせる。車道側を歩く。さりげなく重い荷物を持つ。寒そうにしていたら上着を貸す。気配りをするためにも、 女性の言動や表情の小さな変化に気づいてあげましょう。時代に合わせてアップデートできる。現代の考え方に共感し、アップデートを続けているおじさんは、若々しさを持っていて魅力的に感じられることが多いです。女性はこうすべき今の若者はといった発言を避け、セクハラと捉えられるような発言をしないなどが具体的な言動例です。こういった考え方は、 知らず知らず伝わってしまう可能性があるので、普段から言動に注意しておきましょう。また、若い女性との話題を作るためにも、最新の流行に関する情報収集を怠らないようにしてみてください。包容力がある。おじさんの大きな武器は包容力です。女性も、時には甘えたいもの。辛い時に支えてくれる包容力のある男性に憧れる女性は多いものです。 モテるおじさんは、人生経験の豊富さを武器に、何があっても同時ずピンチの際は優しくサポートしてくれるため、女性も安心して甘えることができます。包容力のある男性の具体例は以下の通りです。包容力のある男性の傾向、悩み事に対して的確なアドバイスをする。辛い時は優しく慰める。興味のないことにも付き合う。相手に依存しない。 上記を参考に、包容力のあるおじさんになって若い男性と差をつけていきましょう。自立している、自立している姿を見せることで、女性に好感を与えることができます。若い男性に比べ、おじさんと呼ばれる年齢の男性は仕事の量や責任の大きさが桁違いです。そのようなタスクをこなしプライベートも充実した姿を見せられれば、 女性は余裕のある大人の男性だなと好感を抱くのです。自立している男性の具体例がこちら。自立している男性の例。感情的にならない。責任感がある。他人のミスを優しくカバーできる。自分の非を認め、素直に謝る。ご覧の通り、職場でアピールできそうなものばかりです。周囲の人に自立している姿を見せられれば、 職場内の女性にモテやすくなるでしょう。知識や経験が豊富である。知識や経験が豊富であることも、おじさんが若い男性に勝てる可能性のある部分です。男女関係なく、尊敬できる部分のある人には惹かれるもの。おじさんは年齢を重ねている分、経験や知識が豊富なため年下の女性から尊敬されやすく、それだけ好感を与えやすいでしょう。さらに、 モテるおじさんは、そんな知見の多さを自慢げにひけらかすことはありません。余裕を持って過ごしていればどうしてあんなに余裕があるんだろうと周りから興味を持って過去の経験を聞いてきてくれるものです。聞かれた際は、周りへの感謝の気持ちとともに経験や知識について話してみましょう。少年の心を持っている。 自立し周りに頼りにされつつ少年のような若々しいマインドを持っているおじさんも女性からモテる傾向にあります。歳を重ねると、新しい物事と出会っても若者の流行りだからと避けてしまうことも多くなってしまいがち。しかし、常に新しい物事にアンテナを向け、興味のあることにどんどんチャレンジすると、毎日が充実して活気があふれてきます。 ワクワクしながら新しいことに向き合うおじさんに対し、女性はこの人と一緒なら毎日飽きなさそうとプラスな印象を感じるでしょう。聞き上手。モテるおじさんは、女性の話を聞くことに長けています。女性を立てるのが上手く、褒めることや共感を大切にしながら話を聞けるのです。モテるおじさんは女性に変なアドバイスをしてしまい、嫌がられるということもないでしょう。 相手が聞いて欲しくなさそうな話には深く立ち入らないなど、相手の気持ちを考えて配慮できます。女性からは一緒にいて居心地が良い、話しやすい人だからまた会いたいと思ってもらえるはずです。熱中できるものがある。モテるおじさんは好きなものや趣味など、何かしら熱中できるものがあります。人生を楽しんでいる、様子がオーラで伝わるので、 若い女性にも生き生きとした印象を与えるのです。また、よかに好きなことをできるとストレスの解消にも役立ちます。大人の男性の魅力は内面的な部分にも現れるものです。自分磨きを始めたいときは、何か新しい趣味や習い事などに挑戦してみてはいかがでしょうか